皆さんおはようございます。ということで今日はハンノアルプス歩いていきたいと思います。お留守番よろしくお願いします。それでは天南山の入り口まで来ました。ここからハンノアルプス歩いていく感じですね。そしてまず一つ目のピーク、天南山到着しました。195メートルです。朝の天南山からの景色素敵ですね。それでは塔の瀬山目指します。この朝の時間の塔の瀬山手前のこの辺もとても気持ちいいですね。もう少しで塔の瀬山の山頂みたいですね。頑張ります。塔の瀬山着きました。朝ごはんのおむすび。それでは次に進んでいきます。こちらから久住坂天角山方面ですね。ハンノアルプス進んでいきましょう。エネルギー補給します。くすみケルン永田山ですね。到着しました。くすみ山到着です。さあ先を進んでいきましょう。かまど山の分岐のところですね。こちら行くとかまど山の方行きますね。天角山は80分と書いてありますね。東峠まで降りてきました。天角山ですね。そして天角山着きました。それじゃあ次の大高山目指してまた歩いていきます。大高山遠い。大高山到着しました。493メートル。いや暑い。本日もちゃんと持参してます。それでは次の目標、根の権現あたりですかね。最近まで遠征でご当地アルプスを6つぐらい登りましたが、そして今ハンノアルプス登ってますけど、規模的に言ったらハンノアルプス一番距離があってきついコースですね。まさか。どちらまで行かれるんですか。どこまで行くか今ちょっと考えてるところです。あ、そうなんですか。あの塔の瀬山あたりでお会いしましたよね。そうですね。はい。はい、根の権現向かっていきます。土地屋の頭到着です。大高沢入山久しぶりですね。これ剣です。今日は天気がいいですね。景色はいいんですが気温が高くてかなりしんどいです。根の権現まで来ました。根の権現で水分補給します。ここの景色のいいベンチで休憩します。今日はこちら。どうもありがとうございました。それでは出発します。天目指す峠に下ってきました。それでは伊豆ヶ岳方面歩いていきたいと思います。
中野沢の頭到着しました。ありますよね、西武池袋線。おう、はい、上がるって言うんですか。上がる、はい、そこまで 歩いて、はい、高速道路、うん、山道はもうやめた、うんどうも、うん、高畑山695メートル到着です。それでは伊豆ヶ岳に向けて歩いていきます。伊豆ヶ岳 1.8キロ、小見岳に到着しました。そして伊豆ヶ岳到着しました。851メートルです。ちょっと霞んでますが景色がいいです。そしてここで言いづらいお知らせがあります。根の権現の自動販売機で水 600ml のやつを2本買ったんですが、今日とっても暑くて1本空にしちゃって、もう1本がもう200から300の間ぐらいしか、200ぐらいしか残ってないんですよね。それで武甲山の方を目指すとすると、あの手前に竹川岳とか小持山の手前の坂とかかなりきつめの坂があって、この水では完全に足りないんですね。そしてこの辺で買えるようなところ道中にないんで、今回はちょっとここ伊豆ヶ岳で下山して正丸駅に降りていきたいと思います。時間的にはまだ余裕もあるし、まあ暗くなっても一応ヘッデも持ってきてるんですけど、今日は暑さにやられちゃいましたね。また改めて挑戦したいと思います。それでは正丸峠じゃないな、それでは正丸駅の方向に歩いていきたいと思います。五輪さん、大倉山舗装路に出ました。これは馬頭様ですかね。今日は工程が長いので水をギリギリ初めに1リットル持ってきて、根の権現の自動販売機であのドリンクが購入できるのを知ってたんで、そこで600ミリリットルを2本 1.2 リットル購入したんですけど、ちょっとそれだと今日の暑さだと全然足らなかったですね。もうちょっと涼しい日を選べばよかったですね。まあ、5月でも登れるとは思うんですけど、ちなみに前伊豆ヶ岳から天覧山下り基地を歩いたんですが、今回あの伊豆ヶ岳で断念したってことで、前回下り基地で歩いたコースのほぼ真逆を上り基地で歩いたという形になるんですけど、まあ下り基地と上り基地歩いた感じだと、上り基地はかなり下り基地より大変な気がしますね。今日仮に水がもし足りてても残り歩けるか、ちょっとあそこからがかなりきついはずなんで、なのでこのコースを歩かれてる方は本当すごいですね。ありがとうございます。無事車まで戻ってこれました。ここで一つお知らせがあります。皆さんおじさんと山登りしませんか？チロルチョコは今日も持ってったんですが、12個丸々余ってるので、その12個を皆さんにお配りするきっかけをどうしようかなと考えてたんですが、もしよかったら僕と登山をして、その時にチロルチョコを一つお渡しできればと思います。全12回できればなぁと、12回で完結しようと思っています。ちなみにその山登りはプンさんは登りません、僕一人です。僕一人でも大丈夫って方だけが参加していただく形で、しかもお一人で参加していただきたいってことですね。おじさんと申し込まれたあなたと二人で登る感じですね。それで老若男女問いません。あくまでも希望者がいたらの話ですが、おじさんと登って何が楽しいのか僕もちょっとよくわからないですけど、ぜひチロルチョコ目当てでもいいんで参加してみてみたらいかがでしょうか。